チャンネル大関始まるよ。皆さんこんにちは、プロボウラーの大関貴之です。はい、ということで、抽選動画も終わりまして、はい、まあ何やろうかなというところではあるんですけれども、実はですね、今回の DM でちょっと、質問というかこういうことを取り上げてほしいっていうのがありまして、ガンちゃんさんからですね、はい、レーンが遅くなった時の対処法、うん、はい、どうしてますかっていう質問が来ました、うん、はい、でまあ僕右利き、陽介左利き、うん、まあ当然まあ右のやり方は自分なりにあるけれども、うん、左のやり方わからないんで、うん、まあその辺も聞けたらなと思うんですが、うん、はい、まずまあ遅くなるって言ってもね、いろいろ変化の仕方あると思うんだけど、うん、まず投げて手前で折れちゃった時、うん、手前で動いちゃった時、うん、でどうする？まず手前だったら、うん、内に寄って、うん、で、例えばの、じゃあ、10枚まっすぐ投げてましたと、うん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 、で手前がなくなってきて、うん、で遅くなったなって感じました、うん、そうするとうんと、いや内側に寄って当然着床をもうちょっと内に寄せる、うん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 、でその上で10枚をまっすぐ投げてて、うん、ボールがこう曲がり始めるフッキングポイントがあるよね、うんうん、でそこを目指して投げる、うんうんうん、例えば着床は12枚にちょっと内側にちょっと寄せるその上で、フッキングポイントじゃあ例えば10枚の延長線上の40フィートぐらいのエリアでボールが曲がってっていうラインを最初に投げてた、うん、そこに向かって投げる感じ。なるほどなるほどなるほど。フッキングを変えずに、まあ、立つ位置を変える、うん、その時になんか法則的なものっていうか、どうやってフッキングに合わせる？フッキング合わせる、うん、立つ位置変えたら当然向きも変わるわけでしょ、うん、だからそれはフッキングに体を合わせて投げるってこと、うん、そうね、うん、うん、まあ、体はじゃあフッキングに向けてどん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 左側に内に立てばどんどん左に向いてくるわけ、うん、うん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 、まあでもね、例えば2枚寄って気持ちこう外に向けて投げるわけじゃん、うん、じゃあその角度がどれだけ変わるのか、そんなにそんなに急に角度変わるわけじゃないじゃない、まあ、そうだよね。だからよっぽどガッと入った時っていうのは、うん、ね、かなり意識するけど、うんうん、そんな、ね、1枚2枚寄ったぐらいじゃそこまでそんなには意識しないかな。あ、じゃあまあそれまでと変わらないというか、ちなみに普段投げるときってどこ見て投げてる？スパッと手前？フッキングだけ？うん、スパッとから、うん、まあフッキングあたり、うんうんうん、だからレーンのまあおよそ中盤ぐらい、中盤ぐらい、うん、をまあ全体的にこう見てる感じ。ああ、いやもうそのラインだけ合わせるような感じだね、うん、そのラインに手を伸ばしていくような感じになるのかな、うんうん、そこはやっぱ右も一緒だよね、うん、やっぱりフッキングはできるだけ変えない、うんうん、基本的には変えないようにして、まあオイルのあるところを探してどん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 寄っていく感じになるよね、うん、そうね。まあ俺はほらもっと手前見ちゃうから、手前からそのフッキングまでのラインを引いちゃって、そのラインに手を乗せていくような感じでやっぱり投げるけど、まあそこもそんな変わらないもんね。見てるところが違うだけでね。うん、基本的にはね、やっぱり右も左も、そのフッキングを変えずにオイルの多いところに寄っていくっていうような感じになるのかな。ボールとか変えることってある？まあもちろん。まあまず一番最初はね、ボールは変えずに、投げては見るけど、うん、まあそれが思いのほかこう、走りすぎちゃってフッキングが全然出ないとかさ、っていう場合の時って、あ、だいぶ内側に寄ってきたから、うんうん、手前で逆に滑りすぎちゃってるのかなとかさ、濃いところにずれていくわけよね、どんどん。そうね、うん、着床がね、うんうん、っていうことは、うん、当然先の動きもこう角度がどんどん、ね、つく方のボールに変えたいけど、うん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 、でもまあ手前もやっぱり意識しながら手前滑りすぎてないかな。そうだよね、そうね。まあ、俺なんかやっぱ右だから、自分が例えば10まっすぐ投げてます、うん、でもそれより内使ってる場合が多いんだよね、使われちゃってる場合がね、まあ、そうすると一気に飛ばなきゃいけない、うん、内にね大きく例えば10枚とか、うんうん、一気に寄らなきゃいけないっていう時には、まあボールもねちょっと一個にこうオイルに強いボールに上げたりとか、
するようにはしてるんだけど、左だとね、あんま多分投げてる人って結構外目が多いイメージがあるから、そこまではね、なんか、なんていうんだろう、ボールを変えて手前を意識してっていうことはないのかもしれないけどね。でも最近左の人とか結構一緒に入ること多いでしょ、うん、俺らの周り変に多いし、うん、でなんとやっぱ人数によってだいぶ変化の仕方って変わる。まあそれはもちろんね、だって一人で投げてるときと、じゃあ例えばボックスに自分含めて3人いますっていうときだと、ね、影響は3倍あるわけでさ、うんうんうん、だからそれがいい方に作用するときもあるし、うんうん、逆にこんなに早いのみたいな時もあるし、レーンの変化がね。そうね、うん。うん。それはまあね、その時々で、いい悪いの結果は分かんないけど、まあでも、うん、変化としてはやっぱ大きく感じるよね、いる方がね。まあそうだよね。まあ、ジャパンオープンでうちらのチームね、実は4人チーム中、3人が左なんですよ。うん、はい。なので、多分、普段よりは変化感じるよね。うん。まあやっぱりね、まあ右の僕はちょっと楽できるんですけどね、普段よりはね。はい。まあそういうのがあって、まあやっぱフッキングは基本変えずにオイルの多いところに寄っていくっていう、まあ移動の仕方が一番多いのかな。うん。ね。ただ結構やっちゃいがちなのが、内側に寄っていくと、意外とフッキングが手前にずれてきちゃう人が多い。いや、角度をつけすぎちゃう。だからさっきまでのフッキングよりも、手前に、ボールが出てっちゃって、まあ、要は40フィートのフッキングのところより手前の35フィートのフッキング30フィートのフッキングみたいな感じで、まあ、左利きだから左に向けすぎちゃうっていうことだよね、結果的に。そうそうそう、まあ、それが左であろうが右であろうがね、そうだね。要は出したいところはもう ここまでこのラインよりも外側にボールを出したいっていう意識は働いてるわけじゃん。例えば何枚目ぐらいまでボール出せばボールは曲がってくるっていう意識はあるんだけど、そこのフッキングまでではなくてもっと手前で出ちゃってるから、あれ内に寄ったはずなのになんでこんな曲がるのっていうシーンはめちゃくちゃ多いから。あるよね、あるあるある。手前で折れちゃって球が死んじゃってみたいなのもよく見るもんね、あれってやっぱりスパッと見てるから起こるのかなって俺思って結構見てるんだけどね、いやフッキング見てればまあね、感覚の慣れはあるだろうけど、そこまでなんかまあ俺右来たから右にボールいかないんじゃないのかなと思うんだけど、ね、やっぱり、スパッと見てるとどんどんね、角度がこういう風にね、投げる角度がついていっちゃうかなっていうのはね、スパッとも一緒に移動してあげないとね、フッキングを変えないってことがね。だから結構ほら、ボーリングの本とかでさ、2対1とかあるじゃない。立つ位置2に対して、スパッと1枚ずつ移動していけばフッキングポイントが変わりませんよ、みたいなのもあるんで、そういうのをね、まずはやってもらうといいかなとは思います。ただ、基本的にどう？スパットって見る？ぼんやり。ぼんやり。だよね。俺もぼんやりだから、まあ、2対1使うかって言われたら、実際フッキングから引いてきちゃうから、あんまり気にはしないんだけど、最初は2対1のね、理論でやってってもらうのが、フッキングに当てる感覚としては楽なのかなって気がするね。最初から線引けないしね。はい。そうね。まあ、あとは、ボールを落とすこともあるでしょ？行くたまに。ラインとかを変えずに。それはあんまりやらない？でも、そうだな。でも一番簡単な方法っていうかさ、まあ、どんだけの人がそうだねって言ってくれるか分かんないけど、例えば10枚まっすぐ投げてて今日すごくイメージがいいぞと、きっちりちゃんと10枚結構まっすぐ投げれてんじゃんっていう感覚がありますっていう時に、基本的にそのラインってさ変えたくないじゃん。わかる。今うまく投げられてるから、わかる。じゃあそれをちょっと内に寄りました、でじゃあ例えば11枚とか12枚を狙いながらこうちょっと外に出してっていう投げ方をじゃあ今度求められるわけよね。ってなった時に今せっかくコントロールよくめちゃくちゃ感じよく10枚まっすぐで投げれてたから、そのライン変えたくねえなっていうこと、っていうような感覚が自分の中にある時はひとまずボールでどうにかなんないかなっていうふうにはある。そうだよね、前のゲームにさ、ビッグゲーム打っててさ、で次のゲームさ手前削れたっぽいんだけど、なんかねちょっとの調整でなんとかなんないかなっていう時ってボール変えたくなる、
ね、とりあえずボールを変えてお茶濁してみようかみたいなね、うんうんうん、それはなんかね俺もある。大概それで失敗するんだけど、うん、でもなんかね感じがいいと変えたくなくなっちゃうのがね、うん、あるから、まあボールを変えるっていうのもまああんまりいい成功例はないけどもありなのかなって気がするね、うんうん、そうね。リリース変えたりとかスピード上げたりとかもする？リリースはそんな意識しないけど、うん、スピードは意識するときあるよ、うんうん、上げて手前を生かせるみたいな感じ、うんうん、まあ今ほら今日話してるのって遅くなった時どうするの話だからあれだけど、そうだね、うん、だけどことレーンの変化っていうだけで考えると、うん、別にね外に出ると場合もあるわけ、あるある。だから、うん、外に出てだけど外遅いって分かってる、うんうん、だけどどうしてもピンを飛ばすためにはちょっと外に寄りたいんだよなっていうような時は、うん、まあ例えばボールを変えずにスピード上げるとか、うん、だけどもうボールそもそもこれじゃ無理だろうな、でもうちょっといや弱いボールに変えて、うん、いやスピードつけてみたらどうかなとかっていうようなやり方をするかな。俺結構やるのはさ、うちに入ったら当然先の動きがちょっと足りなくなっちゃうから、うん、まあ俺なりに軸をちょっと横にしてみたりとかするんだけど、うん、そういうことって結構やるのかな。あんまりやらない？あんまやんない。あんまやらない。そこまで入るボーリングではないからね。自分のスタイル的に、ね。なるほどね。そうかそうか。だからね、やっぱ俺ジャパンオープンの最終シフトとかになると、うん、ね一番手前がいてくれるボールで、でもねやっぱ止まってくれないとピン飛ばないからって言って、ちょっとね自分なりに普段の投げ方よりも横回転強くして、うん、止まってくれたら一気に動いてくれるようにとか調整はするんだけど、うん、まあそれ確かにそっか、よっぽど入らないと角度が足りないってなることはそうそうないのかもしれないね、うん、左だとなんかその遅くなった時のあるあるみたいな、こういうこと結構あるよみたいな。右とそんな変わらない感じかな。あーまあでも最近多いのは、うん、寄った先がもう右の着床エリアに入ってっちゃう、うん、いやもう例えばね、それこそもう右利きの人が左のガタースレスレぐらいに着床させてますと、うん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 、そんなシチュエーションだったらもうそれ以前はもう、じゃあ例えば俺らで言う10枚左利きの10枚なんかだと、うん、もう右利きの人がもう着床させてるわけやん。そうだね、うん、だからうん、思いのほかこう着床した時に手前がいかないなっていうシーンはやっぱりなんかこういう高回転の人らが出てきたがゆえに、そういうシーンって多くなってはいるのかなっていうふうには思う。あ、そうだね。まあね、右の人のラインに対してクロスにかかるように投げるから、うん、途中油のないところを差し掛かるもんね、うん、じゃあ例えば、10枚まっすぐでスタートしました、うん、だけどもうちに寄ろうとしてももう右利きの人がその辺にもうボールボン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 着床させてます、うん、っていうんだったら逆にそこが遅くなっても、うん、外に出るパターンもあるかもしれない。ああそうだね、うん、確かにね、ボールダウンして外に出る、うん、そうか、その辺はね多分右とだいぶ違うのかもしれないね。もうなんか右はね内へ内へ内へって入るような風に考えてればいいやっていうイメージがあるけど、左の人はそういうところも気にするようになるかもしれないね。今のね左の人って回転数多い人多いから、うん、そういうとこどうしてるんだろうとか思うけどね、うん、ねうまいこと球行かせてるんだろうなと思うけどね。まあその辺もねそういう人に今度は聞いてみようかな。なるほどね。まあ基本的にはじゃあラインを変えて腹筋を変えずにまあ投げてみて、うん、って感じだよね、うん。一番の優先はやっぱりアジャスト、その立ち位置とか、うん、投資位置を変えて腹筋を変えないアジャストの方になるのかな、うん、ほうほうほう、なるほどね、了解です。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあこんな感じでね遅いレーンっていうのは、まあ、右も左もこうやって投げてますよっていうのがありますので、一応そちらの説明をさせていただきました。はい、ということで、まあ、今回の動画は以上になるんですけど、また、次回はでもどうかな、撮れるチャンスがあればだね、まあ、ジャパンオープンの時に撮りたいと思いますので、はい、お楽しみにお願いいたします。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。